ディバタグは、ウシカ・ディバタグ属に分類される、偶定類。本種のみで、ディバタグ属を構成する。エチオピア東部、ソマリア体長150から170センチメートル。お長30から36センチメートル。肩高80から88センチメートル。体重20から32キログラム。頸部は、非常に長い。尾は細長く先端はかかとに達し。 基部の断面は円形。背面の毛衣は赤や赤紫がかった肺褐色で目の周囲や覆面、全部の毛衣は白い。小中線及び粉炭から目にかけて暗赤葛色の筋模様が入り、これらの筋模様の間に白い筋模様が入る。脳ズ蓋は顔面頭蓋の1、3と短い。眼下部にある周線は眼下の中にある。 粉担の体毛がなく露出した板状の皮膚は狭く、上唇は突き出し可動性がある。四肢は非常に長い。公式部の内側やひずめの間には終戦がない。おスのみ後方へ湾曲した後に先端が前方へ向かう。服やアルファベットの L 字状の角がある。角長25から34センチメートル。角の基部は断面が円形で5から10の節がある。 入頭の数は4。サバンナ、ウキには草原にも生息する。単独やペア、もしくはお水頭、メス3から5頭からなる、小規模な群れを形成し生活する。白明白母性で、昼間は、木陰や茂みの中で休む。危険を感じると、警部や王を直立させそらしながら逃げる。和名や英名は、王を立てるという意味の染まり語に由来する。植生は、植物食で、 主に木の芽や葉を食べるが、草や果実も食べる。高い場所にあるこの葉は、甲子だけで直立しながら食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は12ヶ月。主に3から5月に1回に1頭の幼獣を産む。放牧、紛争、毛皮目的の乱獲などにより、生息数は激減している。また干ばつによっても、生息数が減少している。 エチオピアでは1971年に法的に狩猟が禁止されているが密猟されることもある。ありがとうございます。